はい、始まりました。記念すべき第1回、週明けですね。週明けイレブン第1回です。週明けをサッカーでちょっと明るく、週明けイレブン第116回の放送です。そして皆様のおかげで、チャンネル登録者数1000人を達成いたしました。本当に、視聴者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。これからも、ビターチャンネルの、週明けイレブン、関東リーグはお好きですか。そして、マモちゃんの来るもの拒まず、去るもの追わずの方をよろしくお願いします。さあ、暑い夏が続いていますが、皆さん、熱中症とかは大丈夫ですか？それでは、早速、レギュラーコーナーから始めたいと思います。週明けヘッドライン、J 日本代表ニュース編からです。1番、アンダー19日本代表合宿、招集選手、コロナ陽性で中止。2番、J リーグ、9月10月の日程が発表。3番、8月12日水曜日、J2 琉球 VS 甲府は、緊急事態宣言の影響で無観客で開催。4番、松田直樹さん、急性から丸9年。5番、横浜 FC、三浦和義選手53歳先発出場、最年長記録更新です。以上の5本です。ピックアップは4本目です。元日本代表ディフェンダー松田直樹さんが練習中に急性心筋梗塞で倒れ、2011年8月4日に34歳の若さで亡くなってから今年で丸9年が経ちました。かつて松田さんが所属していた横浜 F マリノスでは松田さんのスペシャルムービーを YouTube で公開しています。元チームメイトの川口義勝さんらが松田直樹選手との思い出を語っています。ぜひ、気になる方はチェックしてみてくださいというピックアップです。はい、それでは週明けヘッドライン R リーグ編の方にお願いします。1番、福山シティ FC クラウドファンディングが目標金額達成、おめでとうございます。2番、奈良クラブと高知ユナイテッドがランチャレ0822を開催。3番、東京武蔵野シティフットボールクラブが運営法人を変更、 J 参入を断念。4番、沖縄県天皇杯県代表決定戦が中止。5番、北海道十勝スカイアースが夏のスカイアーツフォトグランプリを開催。以上の5本です。ピックアップは3本目です。今後の J リーグ参入を断念し、アカデミートップチームを含めたサッカー事業を総合型地域スポーツクラブを目指す一般社団法人横川武蔵野スポーツクラブへの移管が発表されました。J リーグを目指さないということですが、JFL で頑張ってほしいですね。という記事です。そうですね。J リーグには参入できなかったということですけれども、頑張ってほしいなと思います。はい、それでは週明けヘッドライン R リーグ編も以上になります。さあ、それではですね、特集の方に参りたいと思います。まずは、8月9日、関東リーグ。方のクリアソン VS ボンズ市原の試合の取材をしにスタッフが行ってきたそうなので、そちらの試合のダイジェストと、試合後にボンズ市原の岡山和典監督のコメントを取ってきたそうなので、そちらの方をご覧ください。 VTR スタート。はい、
げえな、岡山さん戦ってんな。俺がごめんなさい、カメラを回すことに。キーパー、うわすげえ、もうキーパーも上がってる、岩立ても上がってる、うん、yeah.
しところかもしれませんが、2試合終わったところで岡山和成監督です。お疲れ様でした。お疲れ様です。1人向こう少なくなってからなかなか追加点取れないっていうゲーム展開でしたが、はい、もうそこが、うん、もう、まあ、自分たちが最後苦しんだのは、うん、あそこで2点目を取れなかった、うんうん、でも、うん、監督として初めて前回 1-0 で勝った時はもう本当勝ったっていう勝利だったんですけど、今日はどこか、うん、課題や悔しさが残る、もう1点取れなかったっていう、ただやっぱり栗谷村さんも最後本当意地見せてきた中、体張って 1-0 で勝ち点3を取ったっていう試合でしたね。前半もすごく苦しい時間帯を作ってしまいましたし、まあ、後半本当に変わった選手がパワーをこうチームに与えてくれた中、野上の本当得意な左でのシュート、素晴らしいゴールです。はい、その後やっぱり相手の退場を誘うプレーをしてくれた池田のプレー、それで波に乗っていけるか。決定機結構ありました、ね、はい、2点3点、まあ、ちょっと相手のキーパーすごかったなっていう、あの、なのでそれは本当にもう試合終わってすぐ言いました。で僕自身もただ本当にもっとリスクを背負っていくのか、その今のバランスのまま2点いくかの中で、僕自身もあまりバランスを崩すっていう選択をしなかったっていうのは、自分の中でも、うん、もう一回ビデオを見て検証したいなと思ってます。やっぱりサッカー、相手みたいに4の4の1のブロックの中でどこかそこでこう追いつかれるっていうのも、僕自身選手時代に何回も経験しているところがあったので、そこはリスクマネジメントですよね。ちょっと考えた部分はあります。まあ、あの開幕は琉球大ドラゴンズが JFA から落ちてきたっていうのと、今回のクリアハスモンは2部から上がってきた、だから本当の1部かもしれないですけど、1部で常連のチームとはまだ対戦してない中で、次の日立ビルシステムっていうのはやっぱり1部でずっとこう 手堅く勝ってきてるっていう印象があるチームなので、そのチーム相手に本当またちゃんと勝てるようにしていきたいですね。その相手チームをこう見える余裕が僕にはまだないっていうのが現状ですかね。やっぱり、初監督をしていろいろなところの対応の中、自分らのサッカーをもっともっとちゃんと構築したいっていう、一試合一試合でそれの中でもまたチームにを浸透させたい。なるほど。本当そういう今その段階ですね。今ね、まだ8月の、はい、なので1週間の中で今回その18人以外の10人も本当にそのメンバーに入りたい、試合に出たい、逆に立つために出る選手もいますし、その中この時点からまた次の日立ビルシステムに向けて本当先発メンバーをこの時点から僕はまた考えていきたいです。はい。チーム全体のモチベーションが上がるようなね、はい、期待してます。はい。まあ、あの僕自身もね、うん、あのまあ、試合中自分もいろんなあの指示の出し方とかいろんなことある中、もうちょっともっともっと僕自身もサッカーを的確に見れるようになりたいと思ってますし、それを一つ一つ成長すると信じて戦っていってます。我々も来週絶対勝ちます。3連勝しますんで、みんな応援してください。岡山監督でした。はい。はい、ボンズ市原、岡山和成監督ありがとうございました。それでは本日の特集第2弾です。オンラインインタビューボリューム15です。まずお一人目の方はこちらの方です。はい。ボンズ市原9番池田康太選手ですね。先ほどの試合にも出ておりました池田康太選手です。プロフィールはご覧のようになってます。人気 YouTuber さんで、地域リーガーの一日や、朝のモーニングルーティーン練習、私が見たのはスパイクを買いに行ったり後輩にうなぎをおごるなどの動画を上げているのを見ました。はい、これは YouTube 的にはコラボってことでいいんですかね。はい、それでは VTR スタートです。はい、それでは本日のオンラインインタビュー出演は、関東リーグ一部
本津市原 FC のフォワード背番号9番池田浩太選手にご登場いただきました、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、週明けイレブン的にはこの番組的には去年の11月のチャンピオンズリーグの秋田の、はい、あの3試合そこでがっつりボンズ毎日取材してまして、はい、確か最終戦終わったとか2試合目の終わったとか池田さんのインタビューさせていただきましたが、はい、そうですね、番組的に登場するのはあれ以来になります、はい、その節はお世話になりましたが、いやこちらこそ覚えてますか、あの覚えてますよ、いわき戦の後ですね、いわき戦の後ですね、はい、悔しい結果でね、あの時のチャンピオンズリーグがなってしまいましたが、はい、この2シーズンボンズに来て今シーズンで3シーズン目ですけど、はい、過去2シーズンざっくり振り返ってみていかがですか。最初はゼムノビッチさん、そしてフラビオさんと監督がね、こう1年ずつ違いますが、どうですかこの2シーズン振り返って。まあ僕の個人的な何ですか内容というか、はい、そういう意味では最初ゼムノビッチさんの時に1年目で、うん、初めてプロ契約で、うん、お金をもらってサッカーができるようになった年だったので。うん、なんか自分なりには嬉しさもあったんですけど、うん、やっぱりこれ結果出し続けないとその生活っていうのも厳しくなるんだなっていうことも感じ出した、はい、年で、うん、それを割とプレッシャーに感じることもあって、うん、で1年目は結構伸び伸びやれてなかったというか、ああなるほど、なんかちょっとプレッシャーちょっと力入りすぎちゃう時もあった。いやなんかそんな感じはしてて、今までやってきた時とメンタルの状態がちょっとやっぱ違ったのかなっていう、なるほど、多少はあったんですけど、それはあれですか、プロ契約になったっていうところが一番大きな変化だからそこにありますか、そのやっぱ結果出さなきゃっていうその気負いみたいなものっていうのことですか、一番大きな一つではあると思うんですけど、まあそれが一番、はい、うん、まああとはチーム全体、僕の技術の問題もあるし、やっぱり周りがのレベルも上がったので、うん、それに対して合わせられる部分とか、なるほど、自分の特徴が出せたり出せなかったりとか、はい、メンタルの状態もそうだし、やっぱり当然あのフォワードとして求められる仕事もそうだし、はい、チームへの貢献というかね、まあ、当然リーグ優勝して JFL 昇格っていうのはゼムノビッチさん、うん、もう強く強く出してたところだから、はい、やっぱそこに自分がどんだけ追いつけるんだっていうね、チームにフィットできるんだっていうのは、うん、やっぱり1年目っていうのはプレッシャーあったっていう感じですか、ね、そうですね、入ってからやっぱり感じることはありましたね。うん、なるほど。その最初のシーズン終わって、はい、去年どうですか、また監督はフラビオさんに変わりましたが、はい、まあリーグ戦はもう圧勝と言ってぐらいね、そうですね、2位を引き離してリーグ優勝できましたが、はい、どうですか去年のシーズン1年間は。去年は僕の中では非常に充実してて、うん、リーグ戦に関して言えばなんですが、割と監督は自由にやらせてくれるというか、まあ、静かに見てるような人だったので、好対照ですね、ゼムさんとフラビオさんは。まあ、そうですね、うん、はい、で割と自由にやれてたし、まあ、チームメイトも慣れてきたっていうのもあるし、そういう面では去年の方が1年目よりは活躍ができたかなとは。うんうん、はい、冒頭にあの去年のチャンピオンズリーグの秋田の新加穂のいわき戦みたいな話冒頭出ましたが、はい、あの試合なかなかのベストマッチだなと、私的には、私の中のこの 0-0 の試合でしたけど、かなりハイレベルでいい試合だったなと思って、でそれ結果につながらなくてね、それがね、どうですかチャンピオンズリーグあの真剣勝負の3試合っていうのは、まあ実際出たのね、あの最初の1戦2戦目ですけど、どうですか、緊迫感も違うし、実質負けたら終わりみたいなところもあるので、うん、その中でやるっていう、それ楽しさもやっぱり感じないといけないなと思うし、やっぱ気負いすぎててもいいプレーってできないと思うので、ああいう中でやっぱり結果を出せる選手になりたいな。悔しさもそうですけど、刺激もものすごいあった大会だったんじゃないかなと思う、はい、そうですね、やっぱりいわき戦も自分出てて、うんうん、かなり、まあ、負けたっていうか引き分けで、可能性なくなっちゃった試合だったんですけど、やっぱりなんか楽しかったというか、うん、あんだけ、うん、やっぱいい試合だったなって思いますし、やっぱプレーしてて思いましたか、なんか充実感というか、
思いました。出し切れたというか、その要するに今年の2019年のボンツのこの、そうですね、勝てなかったのが本当に悔しいですけどね、え、うん、1点あればっていうだけですからね。そうですね。まあその悔しさ胸に今年のオフも過ごして、また3シーズン目のボンズ、当然同じプロ契約の状態で今シーズン入って、はい、また監督が変わりまして、岡山和成さん、青年監督になりまして、はい、いかがでしょうか。まずここまでゼムさん、フラビオさんと聞いたら、はい、岡山さんの感想から先に聞きたいんですか。母さんは、あれですね、なんかめっちゃまっすぐな人っていう見た通り、みんなが思ってる通りの人ですけど、そうですね、はい、昨日のというか、その開幕の2試合目が終わって、はい、後期リーグの、はい、勝ち点6、結果は2連勝ですが、なかなか試合内容含めてまだまだちょっとこう、あの監督自身がおっしゃってたんですが、うん、まだまだって言ってたんですけど、実際どうですか、出てる選手、池田さんからすると、この2試合振り返ると。開幕戦はやっぱり、開幕戦の難しさっていうのもあって、うん、はい、ドラゴンズ戦、はい。そうですね。で、ドラゴンズも結構、まあ、JFL から落ちてきて、やる、うん、いい力を持ってるチームだよっていう話は聞いて、うん、で、まあ、僕は前半ベンチだったので、で、まあ、後半から行く可能性は高いから、まあ、しっかり出た時に結果出せるように、はい、っていう形で、はい、準備してっていうことは考えてましたけど、そうですね、昨日の試合もだろう、いろいろあんまり内容を自分からはあんまりなんか言わないですけど、はい、よかったみたいなのは、はい、まあ、個人的に言えば、まあ、2試合とも後半から出て、まあ、そこから点取れて勝てたっていうのは、はいはい、よかったなと思ってます。昨日は先制ゴール、いいゴールだったと思いますしね、はい、その後相手退場してね、うん、ここで追加点取れるかどうかっていうのは注目して見てたんですけど、はい、まあ、やってる選手たちもみんなそこ、うん、多分次では大事だっていうのは思ってたと思うし、ピッチ内でももう1点っていう、うん、あれはあったんですけど、やっぱりそこを崩せない、まあ、もう1点取れなかったのは課題だと思います、うん、まあ今年って、まあ、後期リーグだけになりましたし、すごく短期決戦の特殊なシーズンなので、はい、まあ、緊張というか少しこう、うん、いろんなことを考えちゃうっていう意味では、通常のシーズンではないのは、まあみんな、どの選手たちもみんなそうだと思うんですけど、そうですね、やはり硬さというかですね、いや、一試合でも落としたらこれ終わっちゃうなみたいなのって当然ありますよね。うん、そうですね。みんなそういう意識でやってると思うし、はい、どっちかというとやっぱり失点しないことみたいなことはすごくいつも以上に考えてたんじゃないかなと思って、うん、そうですね。なんかもう毎試合トーナメントっていう感覚で、はい、もう負けたら可能性は薄くなっちゃうんで、本当に今年2020シーズン1月から、まあ、オフがあって開幕前のトレーニングが始まって、そしてコロナがあって、はい、自粛期間というかね、自主トレ期間があって、うん、また全員で集まれる期間がやっと6月、はい、7月から来て、どうですか、この7ヶ月間。ああ、もう。一番感じたことは何ですか、萩田さん。一番感じたことは、でも僕は、なんかサッカーできる喜びはあるんですけど、サッカーができなくなっちゃった時に、サッカーを抜いた時の自分、のことをいろいろ考えて、うん、まあ引退後じゃないですけど、サッカーやめた、これでサッカーなくなっちゃった時に自分何ができるんだろうみたいなことは考えることがありましたね。最初の自粛の時は、うん、はい。いろいろもちろん考えたと思うんですが、うん、その中でも普段料理する、はい、いわゆるキッチンで お店で料理する仕事もしてるんですよね。はい、ああ、そうですね。プロサッカー選手だけど、まあ、アルバイトみたいな形で、だと思うんですが、はい、やってると思うんですけど。私、よく YouTube 見てました、池田さんの。池田さんの YouTube のプロフィールにも載ってますが、アスリートフードマイスターの資格を取り、はい、持ってます。将来は、いわゆるアスリートに料理を作る側の仕事をしてみたいみたいなことも、プロフィールに書いてあるんですけど。はい、そうですね。それはやっぱり、この、今年サッカーが止まってしまって、もしも自分からサッカーがなくなったらって時に、やっぱりこの料理の道みたいなことっていうのはやっぱ
一番最初に考えたことですか？そうですね、ずっと考えてたことだったし、はい、まあそれを逆に今現時点でそれをやりたいなって思ったときに本当にできるのかっていうことを思って、うん、なるほどね、うん、そしたら全然ダメだなっていうふうに思って冷静に考えるとね全然できないなと思って、そこにちょっと焦りは感じたっていうのはあります、ね、YouTuber として今や、はい、もう人気 YouTuber って言ってもいいんじゃないかぐらいのですねチャンネル登録者数と再生回数すごいなと思って毎回見てるんですけど、ありがとうございます。どこかの自分の動画の中でも喋ってたなと思って、まあお金の話みたいなことをした時に喋ってたのは、いずれサッカーで飯が食えなかった時に何をするべきかみたいなことをね、ご自分でも語ってましたけど、YouTube やるのもその一つ表現の手段とか、そう、まあ、自分の得意なものとか普段考えてることをほぼ毎日にしかこうどんどん出すっていうのは、どうですか、そういうことをもう並行して今やってるっていうことに関しては、ね、まず YouTube なかったら多分そういう自分の考えを出す場とかそういうのも多分なかったと思うし、うん、こういうインタビューとかいろんな人から聞かれることもなくて、そういう自分の考えてることを言葉にするのがあんまり僕得意じゃないって、うん、ずっと思ってて、はい、なんか、うん、そういう中で YouTube ちょっとやってみて、そういう場面は増えてきて、前よりはマシになったのかなっていう気はしてるんですけど本当になんか最初の、はい、なんか最初の方の動画とか見返したりするんですけど、もうなんか声もテンションとかも、ね、聞こえるか聞こえないかみたいなそれも一つあれかな、成長のあれかもしれないですねやっぱりアスリートって必ず現役を引退するときって必ず来るじゃないですか、絶対避けて通れないから、はい、そうすると、こいつは何を考えてどうしたいんだろうっていうことをね、できれば多くの人に知ってもらえて、それがリアルな、フェイス2フェイスのリアルな場でもちろん伝わるのが一番いいんだけど、なかなかそういう機会って限られちゃったり、ましてやコロナになるとあんまり人と接触しないようにみたいな時代にこう突入すると余計に焦りというかね、やっぱ自分からもっと発信しなきゃ人間関係やいろんな情報って広がらないのかなっていうのは、現役のアスリート選手も感じたんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱあの期間に YouTube やる選手とかも結構増えたっていう感覚はあって、うん、同じようなことを考えてる選手はやっぱ多いのかなって思いますね。チームメイト含めて、まあ、チャンネルを登録して視聴者からもたくさんいろんな反応あったと思うんですけど、このもう1年、2年ぐらいですか、もう1年半ぐらいですかね、今で。ですよね。でも本格稼働したのがまだ1年ぐらいですよね。うん、だって、去年の秋田の二カホの時、YouTuber だって僕知らなかったですか、はい、まだ。それ、ちょうど終わって、去年の12月ぐらいから伸び始めて。そうですよね。ちょうど12月ぐらいにバレたんですよね、池田さんが YouTube やってるとか、はい、バレて、そっからチームメイトもそれまであんまり知らなかったんじゃないですか。はい、あの後輩とかは何人か知ってたんですけど、はい、そうですよね、はい、口止めしてさせてそうですよね、最初はね、はい、まだ言うなよみたいな感じでしたもんね。実際どうですか、そのこうこのだから実際8ヶ月9ヶ月ですよね、うん、こんなにね、多くの人が見るようになって、はい、いろんな反応あったと思うんですけど、はい、こうどういう声が一番多いんですか、池田さんの YouTuber 池田浩太に対しての、はいはい、サッカーなんですか、僕が多分サッカーをやりながら、うん、上を目指してるその過程みたいなのをすごい応援してくれる人が多くて、うん、だからやっぱりサッカーで J リーグまで行ってくださいっていう声も多いし、うんうん、シンプルに頑張ってくださいっていう声をもらうことが多くて、で試合見に行きますっていう、見に行きたいですみたいなコメントもよくいただくんですけど、うん、今こういう状態で見に来れない状態になってしまって、今年コロナじゃなかったら結構もっといろんな人が地域リーグ見に来てくれたりしてたのかなっていう思うんですけど、まあ、そこはちょっと悔しいところであるんですけど、うん、今まで、うん、まあ例えば去年までだったら、うん、あまり自分自身池田浩太というサッカー選手に対してのリアクション、つまり直接の応援とか声援とか、はい、あと地域リーガーっていう、まあ地域リーグで戦うアスリートたちの世間の
認識度が去年まで低かったものが一気に高まったなとか、かなり変化があった年だと思うんですよね、2020年っていうのはね、はい、でそれは池田さんにとってはもちろん YouTube やってることでプラスだったことだと思うんですけど、はい、私 J リーグで今プレイしてる選手でもなかなかここまでのチャンネル登録者数と再生数誇れる人って本当いないんじゃないかなって思うぐらい、うん、池田さんの方がはるかに上回ってるなと思って、ありがたい。自分ではなぜだと思いますか？ここまで自分が注目されるのなんだろうって、はい、自分ではどう分析しますか？なんですかね、多分、なんていうんですかね、なんで表現的に言うとそうですか、身近に感じるというか、割と生活さらけ出したりしてるので。そうですね、もう寝起きから撮ってますもんね。そうですね、でそういうところに共感を感じてくれたり、なんかこう等身大の、等身大のヒーローのような親近感っていうことですかね。多分親近感感じてくれてるところは多いのかなって思うんですね。あんまり家庭、夢を追ってる家庭みたいなところに、はい、応援してくれてるっていう場面が多い。結構この地域リーガー、今地域リーグ関東一部って地域リーグですけど、ここから JFL を目指してるわけじゃないですか、うん、で、はい、JFL の次に J3 を多分そこまでは目指したいって池田さん自身も言ってる、はい、当然クラブも昇格させたいだし、その過程、そのプロセス自体を視聴者、うん、見てる人が追いかけられるっていうのは、うん、ちょっと新しいな。僕もその過程って結構面白いなって思ってて、なんか JFL 上がるの難しい、もうめっちゃ厳しいじゃないですか。なんか一緒になって応援してくれる人が増えればもっと楽しいと思うし、はい、ね、知れば知るほど面白いと思ってもらえる要素ってたくさんあるなってことですよね、はい、そう思います。やっぱり仕事しながら頑張ってる選手もいるし、なんかそういうところに魅力を感じてもらえれば、やっぱり技術的には絶対 J リーグの方が高いし、うん、それでも地域リーグの方にある魅力って言えばそういうところかなっていう、そうですよね。いや、ぜひ池田さんの YouTube 自体は、ね、ご自身が JFL そして J3 ピッチに立つっていうところまではぜひずっとまずはこの一大絵巻としてシリーズとしてはずっと続いてほしいです。はい、それは目標にしてます。やはりあとはお得意の料理、もうなんかアスリートが知る話は動画は かなり面白いじゃないですか。もうすげえ工夫してると思って、はい、ああいうところでやっぱり高校生とか大学生のね、サッカーやってる子なんかはものすごい食いつきが多いんじゃないかなと思いますが、どうですかそこ。そうです、ね、料理何を食ってるかとか、はい、そういう質問も多いし、あの料理とか栄養とかためになりますっていう声も多くて、うん、結構僕のチャンネルの視聴者の層とか年齢とか見えるんですけど、うん、ほとんどがそこら辺ですね。高校生、大学生。やっぱそうですか。なるほど。多いので、はい。いや、だから時代にもマッチしてるし、ターゲットしてる年齢層でもぴったりなんですね、うん、池田さんのやってることはね。ここが、はい、だいぶ。だから、40代、50代のおじさんで見てる方が珍しいですね、きっとね。多分、データ見るから。そうですね。はい。我々の番組も今、YouTube で、はい、毎週放送してまして、うん、先日やっとチャンネル登録が1000人超えました。本当ですか？やっと超えました、ね、1000人超えるといろんなことできるなと思って、はい、あ、そうですね。ぜひあの先輩もう池田浩太さんは人気 YouTuber として先輩なので、いやいやいろいろ教えていただきたい。ぜひなんかあのコラボしたいですもん、コラボ。あ、本当ですか。なんかサッカー番組のチャンネルと池田浩太チャンネルでなんかコラボしてなんかいろんなことやりたいですね、うん、それこそこうね、現役の地域リーガーから JFL にどうやって上がっていくかみたいな話なんです、うん、こうサッカーメディアとなんかこんなことやりましたみたいなのができれば。そうですね、一緒に盛り上げていければ、はい、多分ボンズのことももっと知ってもらえると思いますしね、うん、それこそ地域リーグってなんだ、JFL って結局なんだってことがもっともっと多くの人が知った方がより人もお金っていうのはどんどんよく回っていくと思うんで、はい、そうですね、もうあのこの収録してる翌日、まあ今放送してるのは8月11日ですけど、もう放送してますから。あとハイライトとか多分今試合見に来れなくて、昨日ヤソンさんが中継はしてくれてたんですけど確か、はい、多分見れてない方も多いと思うんで。そうですね、で最近の僕のプレーも多分あんまり出せてないので見れる
形で。そういうのもやってるんですか、自分の出た試合の映像も自分のところでアップロードして。2月の天皇杯予選の時は試合の映像を使えたので、あの日は自分のプレー出してたんですけど、開幕戦とこの前、昨日の試合はどこまで出していいかもわからないし、うん、なるほど、はい、手前味噌ですが、我々の番組つい先ほどのこのインタビューの前のコーナーで昨日のダイジェスト映像は、うん、池田さんのプレーも紹介してますが、ぜひ池田さんなり の試合の編集というかね、アスリート目線のこう試合の紹介の仕方っていうのは、はい、僕らも勉強になるんで、はい、可能な限り見たいなと思います。あとついでに申し上げると、今度ホームゲームですね、8月16日、はい、ボンズ市原 YouTube 公式チャンネルで試合 の中継されるっていうのは聞いてまして、ご存知でしたか？いや、なんかやるかも、なんか準備してるなっていうのは、はい、話はちらっと聞いたんですけど、はい、待ってる人は多いと思うんで、今シーズンのボンズの関東リーグのホームゲーム一応4試合あるじゃないですか、全部生中継するっていうことで、はい、なるほど、確かにもうこの今の時代だし、うん、絶対そういうのはやってった方がいいなとは思いますね。こういうインターネットを通してサッカーの面白さを初めて知ったっていう人が、これからの時代はより必要になってくるかなと。なかなかその人が集まれないっていう時代がまだ1年か1年半ぐらい続くと言われてるので、その間サッカーが止まるわけじゃないじゃないですか。サッカーってのも常に存在し続けてるし、はい、それをどうやって伝えるか広めるかっていうのがね、僕らも含めてサッカー界の人たちの課題なのかなと思ってる。池田さんの YouTuber としての活躍はぜひサッカー界の期待の星だと私は思ってます。ありがとうございます。まずは関東リーグ優勝してね、はい、今年ちょっと全社がなくなったんで、本当優勝しなきゃっていうのがより、はい、よりプレッシャーはもちろんありますがね、うん、去年のチャンピオンズリーグの悔しさをね、今年こそ晴らせるように、まずプレーや試合でも期待してますし、はい、YouTube の情報発信も同じぐらい期待してますし、うん、両方しっかり頑張ろうと思ってるんで、今シーズンこれからが本格的なね、3、4ヶ月がこれからが本格的なんで楽しみにしてます。頑張ります。次の第3節もぜひ、次こそ気持ちいいゴール決めて、はい、期待してます。では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ボンズ市原池田浩太選手ありがとうございました。続きましてお二人目です。東京シティ FC のディフェンダー島村直也選手です。プロフィールはご覧のようになっております。シンガポール、日本、ラトビア、ウズベキスタン、ポーランド、5カ国でやってるサッカーを やられていた、すごい経歴の方ですね。ゆるい感じで VTR がスタートいたします。それでは VTR スタート。この間見ましたよ、ザスパ草津対、はい、栃木 SC 戦。ありがとうございます。まあ面白い試合でしたけど、そこは以上に面白い試合だったかなっていう気がします、ね。なんか、まあ、両方ともそれぞれなんか今シーズンやりたいことがこういうことなんだろうなっていうのが見えるっていうか、まあ内容は両方とも結果置いといたとしても、やりたいことはいくつかできてる感じなのかななんて思いながら、そうです、うん、十分なんか見るに、なんていうか楽しめるというか、そうですね。なので、うん、そのあたりをこ うまく伝えられたらなと、試合を見ながら、うん、解説させてもらいながら思ってたんですけど、うん、結構両チームとも積み上げてきたものが形になってきたって手応えある試合だった、うん、と思いますね。思うんで、うん、はい、で、ピッチの中でもそういう局面がたくさん見られたんで、うん、なので草津も、まあ、群馬ですね、群馬負けはしましたけど、うん、ただまあいい形たくさん作れたし、うん、まあ、これは次につながると、うん、明らかに見ていて感じたので、うん、まあ、そのあたりをうまく伝えられて、よりこうその試合を興味深く見てもらえる、そうですね、すごくね、重要だなと思いました。解説の役割ってすごい大切だなと思って、まあ、今日は島村直也さん、今東京都の東京都リーグの東京シティでもプレイヤーとしてやられてますけれども、まあ、それと同時にさまざまなお仕事されている中で、まあ、ダゾーンのサッカー J リーグ中継の解説をされていると、ご自身がサッカーされるのと同時に解説もされているという
あんまり多分他の解説者の方でいらっしゃらないかなと思うんですけれども、長井さんとかやってるじゃないですかね。長井一郎さんとか。ああ、そうかそうか。まあまあでもあのほとんどの方がまあ引退されてというか、もうプレイヤーではなくて、解説者として、まあその解説の仕事をすごく、重点的にされている方もいれば、いろんなお仕事の中で解説されているっていう方もいて、で下村さんの場合はまあいろんなお仕事されている中で解説されていて、ただあのダゾンの解説っていうのはその90分の間だけ話してればいいっていうだけの仕事ではないと思っておりますので、コロナの状況にあってどんなことがこの半年ぐらいの間にあったのかっていうこともちょっとお伺いできればなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずですね、まあこの休止期間ですね、 J1 と J2 は、最初の1試合だけやって、まあ、先が見えない中で、まあ、結果的には丸々まあ、約4ヶ月間あのリーグ戦ができないという状況になって、で島村さんもいろいろこうダゾーンの解説のスケジュールとか入ってたと思うんですけど、あのそのあたりが、まあ、スケジュール全部ポンと一回白紙になったような形なんでしょうかね。はい、うん、そうですね、もともとゴールデンウィークのあたりまでの中継依頼をいただいてたんですけれども、うん、それがあのコロナの状況で中断が、最初はその延期になった試合をそのままのキャスティングでまたやるっていうような意味合いだったんですけれども、うん、あまりにこう長くなったので、うん、一旦全部白紙になってまた、うん、組み直したっていうような感じですね、うんうんうん、なのでまあ事務局の方々は本当に大変だったんじゃないかなと思います、ね、うんうん、結構なので直前になりましたね、そのスケジュールの試合をっていうのは、うんうん、来るのはオートロックアーツのなんか1週間前とか、あ、そうですか、そういう開幕とか再開2週間前ぐらいに来るような感じでしたね。まあ、聞いてるとやっぱコロナの影響があって、あんまり移動が遠くにならないようにっていうのを、うん、意識して組み直したりした部分もかなりあったみたいなので、うん、移動が多くならないように、うん、できるだけその近くの人、地域の人の接種の方、はい、まあ、とはいえ行かなきゃいけない場合も試合によってはあったりもするんで、うん、最小限、それを最小限にして、うん、できるだけコロナリスクを減らすっていうところを、うん、J リーグコメンタリー事務局の方で考えてくださって組み直していただいたような感じですかね、うん、まあ、それが、実際こう再開すると、まあ、先ほど1週間前にスケジューリングリスケされたものがこう来たっていうお話でしたけれども、はい、当然試合の解説をするにあたってはそのチームの取材っていうところが島村さんも昨シーズンとかずっとされてたと思うんですけど、なかなかそういうのもしにくい状況があるのかなと今思うんですけど、はい、取材はやっぱり難しいですね、うん、まあ、昨シーズンその前のシーズン現地に行って練習の取材とかをさせてもらってたんですけど、まあ、なかなかそれが取材に行くのもどうかっていう状況なので、うんうん、なので、まあ、基本的にはあんまりできないですね、うん、まあ、オンラインで取材するっていうことしかないですかね、うん、今は、まあ、リーグ戦が始まってある程度経ってくれば試合映像とか見て確認できることもあると思うんですけれども、もう再開直後あたりはどんな状況チームがなっているのかってあんまりよくわからない、状況があったんですかね。そうですね、なので再開後、うん、初戦の解説されて方々は本当に大変だったと思いますね。まあ、その来るのも直前、まあ、直前もそれもしょうがないと思うんですよね、はい、やっぱ事務局の方々が組み直していろいろ考えて試合をキャスティングするっていうのも本当に大変だと思いますし、うん、まあ、それの中で解説の方々、その再開後初戦をやられた方々は情報も少ない中 で、うん、でチームがこの中断期間にどんな風に変化したかっていう情報ってなかなか取れないと思うので、はい、うんうん、まあ、そういった中でやられた方々は本当に大変だったんじゃないかなと思います、ね、うん、この場合はその2試合後だった、うん、ある程度その再開後のチームの状況っていうのが、はい、まあ、ゲームを通じて分かってたっていうところですかね。そうですね、うん、事前取材もそうなんですけれども、その当日そのスタジアムに入って、まあ、解説をされるっていうその1日のその仕事のルーティンっていうか、
まあ、そこの部分も以前とは違うことがいろいろあるのかなと思うんです。そうですね、試合 あの前後結構早めに入って終わってからも、まあ、ミックスゾーンでの取材もそうですけど、まあ、ミックスゾーンで取材するか監督会見行くかをいつもどっちにしようかなって考えながら、はい、あの選んだりしてたんですけども、はい、で取材をして、まあ、終わった後も、まあ、あの選手たち監督が出てこられたりする時に話を伺ったりですとか、うんまあ、そういう前後の取材もできる限りこれまではしてたんですけども、うんまあ、ただ今はあのできるだけ接触しない方がいいと思うので、うん、その外部の人と、うん、その関係者の方が、はい、選手スタッフなので今は一切してないですね。それはあのなるべく接触しないでくれっていう、通達みたいのはあったりするんですか？はい、それもあります。その注意喚起もあります、うんうん、今J リーグは入場制限を課していて、観客の入場制限を課していて、まあ、5000人、以下と、まあ、特に J1 のクラブなんかは、通常いつもだったら1万人は必ず超えてたような観客数が、まあ、その半分とか4分の1とかっていう観客数の中でやっていると、まあ、いろいろこうコロナって日常生活の中でソーシャルディスタンスとか3密とかっていうことが繰り返し言われて、生活習慣を少し変えていきましょうっていうようなことが喚起されている中で、サッカーの練習の仕方とかっていうのもいろいろこう制限された中で、進んできてたと思うんですね。この再開に向けてずっと準備期間で、実際そのピッチでゲーム始まってみて、それまでの J リーグのピッチの中でのこう試合とこう再開後の、ゲームの何かこうここ変わったなとか、ここは変わってないなっていうところがもしあったら教えていただけますか？明らかに変わったなと思うのは声が届くようになりましたよね、うん、あのスタジアムでのお客さんの声を出せないっていうのだったりとか、うんまあ、人数が制限されたりっていうので、うん、選手たちの声が届きやすくなってる。それはあの中継をご覧になってる方々だったり、スタジアム来られてる方々も皆さん感じられてることだと思うんですけれども、うんうんまあ、声が通りやすくなっているので、うん、選手たちの声が聞こえる、普段聞こえない選手たちの声が聞こえるという楽しみ方もあるとも思いますし、うんうんまあ、あとピッチの中で起きていることとしては声が届きやすく指示が出しやすくなっているのが明らかにありますね、うん、例えばあの千葉の試合であの増島選手がセンターバック、はい、左のセンターバックにいて、はい、で右サイドバックにゲリア選手がいて、はい、で守備の時に少しゲリア選手のポジションがずれてたんですよね、うん、でそれを増島選手が2つ飛ばしてる、1つのポジションを挟んでるから、ねうんうん、センターバックから結構遠いですよね、位置としては結構遠いですね、うん、なのでそこで普段で、まあ、スタジアム例えば1万人入ってて、はい、お客さんが声を送ってくださってる状況だったら、まあ、基本的には多分届かないここまでの指示の声、よっぽどそのスタジアムシーンとなった瞬間にこう、うんうん、タイミングよく話さないと、はいまあ、あの僕もセンターバックやること多いので、はい、指示出すことが多いので、はい、やっぱ届かないっていう前提、その距離は届かないと思ってるんで、うんうんうん、スタジアムですと、うんうん、基本的には、まあ、練習試合とかってもちろん別なんですけど、はいはい、なのでそれが届く指示出してたんですね、うん、でそれが明らかに聞こえててでポジショニングをこうちょっと変えたんですよね。なのでそういうこう違いは出てきて、やはりピッチの中の選手たちもそこは調整しながら、まあ、特に後ろ目の選手なんかはそうだと思いますね、うん、かなり違いをこう敏感に察知しながら、あの臨機応変に対応して、だったら声届くからここを指示出せるってい う, こうポジティブな要素も踏まえながらあのやってるんじゃないかなと思いますね。島村さん、実際にこう J リーグでプレーされてた時に、まあ、センターバックで出てる、はい、で歓声ですねが大きくてここまでは届かないっていうのがあったんですね。じゃあ、そうですね、例えばあのセンターバックから最前線のフォワードの選手にあのプレッシングの指示をもう少しここ切ってほしいみたいなのとかをこう出せるといいんですけど、練習試合とかキャンプの時とか出してるんですよね、うんまあ、そうやって合わせていってもう公式戦になったら聞こえないから、あの声かけなくても分かるような状態に出おくっていう意味合いももちろんあるんですけれども、うんうん、
なので、まあ、そこまでは届かないという認識 で、うん、で基本的には一つ隣は届くんですよね、うん、センターバックからボランチ、うん、センターバックから右のセンターバックに進むかったら、はい、そこから一つ前に伝えてもらうっていう、あじゃあ人づてっていう感じ、じゃあその瞬間の指示の声とかっていうのはちょっと難しいわけですよね、この今の瞬間っていうのはね、難しいですね、うん、練習試合とか、キャンプの中の、まあ、人がそれほどいない状況で試合するときとその J リーグの公式戦とはそこはもう分けて考えてるんですかね、もう無意識のうちに分けてると思いますね、うん、なので逆に練習試合とかもすごい大事で、うん、そこで合わせておく方が試合になった時に届かなくてももうある程度分かる状態になってれば、うん、それほどズレは起きないですよね。そういう意味では今、はい、それこそ本当にゴールキーパーが出してる声が、最前線にいる選手にも届くくらいの、こう静寂というか静かさ、感じで、プレーできてるから選手たちとしては特にそのポジショニングとかのに関して、行くタイミングとかそういうのに関しては、結構やりやすいなと思ってるかもしれないですね。そうですね、なのでそのチームのピッチ内で の、 コミュニケーションとかチームの戦術の浸透させていかせ具合みたいなのは、うん、もしかしたらこれまでよりも早いかもしれないですね。公式戦でもそうやってよりこう早くできる、ある意味でこう今観客が入場制限で行きたいと思っている方が皆さん全員行けるわけではないという状況が少なくとも8月いっぱいは続いて、でその後もまあどうなるかわからない、ネガティブな面ばっかりじゃなくてこう表現されるサッカーの質というかそういうところでは意外とポジティブな面も多いのかなと思ったりするんですが、どうですかね、うん、そうですね、まあ、どちらもメリットデメリットどちらもあると思いますし、うん、まあ、ネガティブな面は挙げればキリがないほどあるなと思うんですけど、うんうん、やっぱりそのスタジアムにお客さんが入って、うん、こう雰囲気があるそういう雰囲気の中でプレーすることは選手の、うん、まあ、喜びでもありますし、はい、まあ、よりそのサポーターの声援を受けて選手たちは躍動するっていうのは、うん、僕もそのスタジアムでそうですね、それはすごい感じてたので、うん、サポーターの方々の存在って本当に大きいなっていうのは改めて感じますよね、うん、なので、まあ、そういう部分はもちろんあるんですけれども、うん、まあ、あえてそのポジティブなところに目を向けるならば、うん、今、まあ、森さんもおっしゃってたような、うん、まあ、それで戦術の浸透度が早くなっているかもしれないですね、うんうん、J リーグだけじゃなくていろいろの見てれば選手たちがピッチ上で喋ってるっていうのは知ってはいるんですけど、知ってはいるし自分も実際自分がサッカーやってた時も喋ってたので分かるんですけど、うん、J リーグの試合ってなんかそれと無意識のうちに切り離して考えてたんですよね。あんま喋ってない感じがしてたけど実はすごい喋ってるんだなっていうのが、まあ喋りやすくなってるのかなっていうのがすごく感じて、まあ本当にそのゲームの流れみたいなのがすごくこう立体的に感じられるようになったのが、まあこう怪我の功名じゃないですけど、まあ数少ない良かった点の一つかなっていうふうに思っていて、今人数観客制限の人数制限もある中でこう試合をしていく、まあその声援も送れないっていうような状況の中で、まあ、選手たちがどんな指示出してどんな声、結構マイクも拾ってて中継でも聞こえてくることも多いので、うん、選手や監督でその指示のもとにピッチがどのように変化していくかっていうようなところをこう注目してみると面白いかもしれないですね、うん、今シーズンはどんなシーズンになるかなっていうふうに今想像されてますか。これまで誰もが経験したことないような状況に今なってると思うので、うん、まあそのまあスタジアムの雰囲気だったり人数制限だったり、まあ、試合の運営の仕方もクラブの方々がいろいろこう試行錯誤しながら、うん、いろんなアイデアを出しながらユニークな取り組みをされたりとかしてますけれども、うん、まあ、よりこううまく適応できるチームがより強くなっていくのかなという気がするので、まあ、ピッチ内でもピッチ外でも、うん、まあ、徐々に下がれてくるような気もしますよ。過密日程はもう目に見えて分かるようなところですけれども、うん、そういった中でどういうこう選手構成を、うん、でどういうコンディション調整をトレーニングの中でもしていくのか、うん、で戦術と
の兼ね合いだったりとか、うん、まあ、そういうところのオーガナイズも非常に重要になってくるかなって気がしますね。そういう視点も持っているとまたよりこうリーグ全体楽しんで見ていけるかもしれないですね。そうですね、うん、都リーグの方は今あの観覧者とかもあんまりなるべくいないような状況の中で運営されていると思うんですけれども、うん、選手の中には通常とは違った緊張感みたいなのがやっぱりあるんでしょうかね。そうですね、まあ、これまでと違うところで言うと逆にそれでどのチームも僕のチームがあのライブ配信を始めたので、あ、まあ、それで、まあ、うちのチームもそうなんですけど、うん、YouTube で試合をライブ配信してますけれども、うん、なのでまあ、現地まで行かなくても見れる人たちが増えたっていうのは、まあ、そこは前向きに考えると、うん、あの例えば遠くにいる県外にいる人もその時間に見られるわけです。それはあの一ついいことかなと思います、うんうん、これこういうことができるようになったじゃんっていうふうに思えるようになると少し、精神衛生上もいいのかなと。そうですね、うん、まあ、本当にネガティブに考えればキリがないぐらい、そうですね、皆さんあると思いますし、うん、っていうよりも、まあ、それもそこの気持ちの折り合いつけるのってなかなか難しいと思うんですけれども、うん、できるだけこう前向きなところに目を向けて、うん、これそれによって力をつけてよりこうまた元の日常に戻ってきた時に、うん、自分たちがさらに力をつけているような状態を、うん、こうイメージしながらこう前向きにできるといいなと、こう日々そうですね、自戒を込めて。すいません、今日は本当に ありがとうございました。お忙しい中ですね、お時間作っていただいて本当にありがとうございます。感謝します。いえいえ、とんでもないです。こちらもありがとうございました。下村さんの解説、今シーズンもまだまだたくさんあると思いますので、そちらの方もぜひ皆さんに楽しんでいただいて、はい、どこの試合っていうんじゃなくて、あ、解説柴村さんじゃんで、どことどこじゃなくて、柴村さん解説 してる試合はどれかなっていうところから選んでいただいたりするのも面白いかなと思う。ぜひ楽しんでいただければと思います。嬉しいです。はい、柴村直也選手ありがとうございました。それではエンディングに行きたいと思います。番組では、皆様からの投稿をお待ちしております。国内のサッカーに関する質問やネタ何でも OK です。動画は1分以内です。週明け11@gmail.com もしくは Twitter の週明け11のアカウントまでダイレクトメッセージでお送りください。今週のメールはありません。皆さんどしどしお待ちしております。それでは、来週の特集はオンラインインタビューのボリューム16と天皇杯の特集です。チャンネル登録の方も皆さんよろしくお願いします。またオンラインインタビューボリューム16の出演者は、Twitter の週明けイレブンのアカウントの方で事前に告知いたしますので、皆様お楽しみにということです。それでは皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週、さようなら。